ダビーが出てきましたねダビーね青い炎が恐ろしい恐ろしいに恐ろしい出てきましたけどああんかね炎絡みとしてはちょっとそうですよね炎赤い炎青い炎とダビーは下野さんが演じてらっしゃいますけど下野さんとはやっぱりすごいジさんってめちゃくちゃ仲いいっていういやもう もう家族のようだ。 いやいつやいやまあねずっとお世話になってる先輩なんでたくさんね登場するキャラクター登場する作品だからいろんなキャストさんが来てね面白いですよねそうですよねいやもう本に役者さんの個性がねいろいろ生かされててヴィランがたくさん出てきまして「ムー」僕一番気になったのは「ムーフィッシュ」。 怖い本当に怖いホラー映画に出てきそう、ね、なんかあの入れたちというか喋り方も役者さんがもうわざとこうか<ー>わざとしっかり喋らないというか歯がもう口がさ歯で歯出てるもん歯がそうなんですよね、うん、歯で攻撃するっていう言,言うこと怖い <laughs> 怖いよ肉見せてって肉見せて <laughs> 言ったことある 肉店爽やかで言うのあの、言いますね。肉の、肉見せ肉。だからもうあなたも、今日からあなたもムーンフィッシュ。<laughs> <laughs> 名前はちょっとかっこいいですけどね。<laughs> 肉見せ手でおなじみの。<laughs> 肉で肉食べたい。<laughs> えー、怖い。肉食べたい方が怖いですけどね。<laughs> い。いやー、まあそれだけじゃないですね。すねマスタード。 マスタード学生服のガスマスクの男の子でございますけども。と思ったらんか我々の一例 A 組の仲間だと思っている常闇くんが暴走そうなんですよ。というかねダークシャドウがね暴走って感じでしたけどもそうなんです個性がですねちょっと強すぎちゃうというか闇にね闇に飲まれてしまうと。 制御が効かなくなってしまうというちょっとリスキーというかピンキーな個性をうんピ,ピンキーピンキーじゃないピーキー <laughs> ピーキー <laughs> ピンキーだと可愛くなっちゃう可愛い,いようなちょっとアダルティーなような、ね、いろんな変なニュアンス入っちゃいますけどもいや僕はなんか小谷さんのねここのお芝居をすごい楽しみにしてたので